背景いとしのチャンネル登録者様、いつもご視聴ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。本日なんですけれども、世界的に高評価なアイリッシュウイスキートップ10をご紹介していきたいと思います。こちらのランキングの基準なんですけど、僕が適当に選んでるわけではなくて、ウイスキーバイブルっていう本があるんですけど、そういった本を参考にしながら2020年度版のですね、海外のウイスキー評論家の方の点数を僕の方でまとめて、まあ、ご紹介っていう風にさせていただきます。はい。それではですね、早速トップ10から発表していきたいと思うんですけれども、トップ10がですね、96点をマークしてます。で、96点のお酒が、同着7位が、4つあるんで、まあ6位の次ですね、の7、8、9、10の、4本を紹介していきます。この辺は純不動です。はい。それでは1個目から紹介していきます。同着7位の、1個目が、ティーリングウイスキーシングルモルト26年になります。こちらはですね、ティーリング蒸留所っていうのが、まあ、アイリッシュウイスキーなんで、アイルランドの方にありますと。で、2015年に設立されたっていう比較的若めの蒸留所みたいですね。で、ただ創業者の方は以前はクーリー蒸留所っていうので、ずっと経験を積んできてる方なんで、そういったところまで含めると歴史は刻まれてるっていう風に考えていいのかなって思います。で、ただビームサントリーに売ってしまったらしいんですね。まあどういう経過っていうのはわからないんですけど、ウイスキーも売れる時もあれば売れない時もあるっていうことで、まあ売れない時に売っちゃったんでしょうかね。はい。で、こちらのスペックなんですけれども、まあ26年エイジで700ミリの 57.4% っていうことなんで、まあカスクストレングスなんですかね。名前には書いてないんですけど、もしかしたら。はい。で、お値段なんですけれども、なんと 68,807 円っていうことになってます。こちらの値段はですね、海外のサイトですけど、ウイスキーベースを参考にしています。値段に関してはもう、って感じですね。はい。まあまあ買えないですけど、こういうアイリッシュウイスキーもあるぞっていうことで、まあ頭の中にね、知識として参考までにでも入れておいてもらえればいいかなっていうことで、淡々とご紹介させていただきます。今回のランキングに関してはですね、まあこんなお酒があるよっていう、買ってみてはいかがでしょうかっていうよりかは、世界にはこういうウイスキーもありますよっていうご紹介としてね、まあ単純にその知識の共有っていう形で、捉えていただければいいかなと思います。紹介したからといって、お、そんなウイスキーあるんだ、いいねって言って、数万円のものを買うっていうのはちょっと、ハードル高いと思いますので、そういう意図ではありませんので、純粋に、普段アイリッシュウイスキーとか聞き慣れないけどそういうものもあるんだなっていうふうに、捉えていただければ嬉しいです。はい。で、こちらのティーリング蒸留所が出しているティーリングウイスキーシングルモルト26年っていうことなんですけれども、スモールバッチでですね、生産量はそんなに多くないみたいです。で、年間50万リットルの生産ってことですね。で、1ローズモルトが今現在9万リットルで、1ローズモルトが工場の改築をしてですね、生産量が5倍になるっていうことなんで、そうするとまあ大体9万の5倍したらまあ50万弱ぐらいになると思うんで、我々の身近な日本の例えで言うと、そんぐらいの規模感の蒸留所が作ってるお酒っていうことになります。それでは第7位の2本目ですね。2本目がグレンダーロッホ13年アイリッシュシングルモルト水ならフィニッシュというお酒になります。こちらエイジとしては先ほどのやつと比べると比較的まあ若いと。で、それに伴ってですね、お値段も700ミリ入りで8585円ということになってきます。まああんまり飲み慣れないアイリッシュウイスキーに8000円払うかっていうと、僕は払わないですけど、まあまあでもグレンダーロッホ蒸留所なんていうのがあるんだみたいな感覚で、捉えることができてます。で、ちょっと面白いなと思ったのが、こちら水ならフィニッシュっていうことになってるんで、まあやっぱり水なら自体は日本発祥の木材っていうことになりますけど、世界の方でも注目されて実際に取り入れてる、蒸留所が海外にもあるぞっていうのが、まあちょっと面白いなっていうふうに思いました。はい。アルコール度数は 46% ですね。で、水ならでフィニッシュされてるとは言ってもですね、バーボンダルで基本的には熟成した後、北海道の水ならオークでフィニッシュしているっていうことみたいですね。で、フィニッシュの期間がどれくらいかっていうのはちょっと調べた感じだと情報がなかったです。で、ボトルもかっこよくてですね、しっかり水ならっていう風に、カタカナで書いてあるので、画像も貼っておくんでよかったら見てみてください。はい。それじゃあお次はですね、第7位の、3本目になります。3本目がアクラスペシャルセレクションナンバー6カントリーオブアントリム24年、バーボンバレルカスクという風になってます。はい。で、こちら2016年リリースのものですね。こちらはですね、アクラダファンズっていうボトラーズになるかと思われます。僕もちょっと詳しくないんですけども、地域的にですね、スイスと
オーストリアの国境沿いにあるでかいショッピングセンターがあるらしいんですね。それアクラっていうらしいんですけど、でそこのプライベートブランドみたいな感じでアクラダファンズみたいな形で売り出してるものがあって、そこ用に卸されたウイスキーっていうことになるみたいですね。だからまあすんごい我々の感覚で言うとカインズホームオリジナルで、カインズ専用にスペシャルなウイスキーご用意しましたみたいな感じで、売られているもんなんじゃないかなっていうふうに思います。スペックなんですけれども700ミリで、44.7% の市場取引価格が34,083円ってことになってますね。ちなみにこれから僕が上げていく値段っていうのはすでに終売になっているものもあるかと思いますので、基本的には定価ではなくて実売価格っていうことになります。実際に市場で取引されている価格ですね。こちらはバーボンダルになっていて、176本限定でリリースされたみたいですね。でオーストリアとスイスの国境沿いにあるショッピングセンターっていうこともあって免税店になっているみたいです。はい、今日紹介するランキングの中だと唯一のボトラーズが出しているものでのランクインっていう形になりますね。アイリッシュウイスキーのボトラーズのっていうのは結構珍しいですよね。このアクラダファンズもガチガチのボトラーズっていうよりかは基本的にショッピングセンターに紐づいてるやつみたいなので、どこまでガチのボトラーズなのかわかんないですけど、実際に96点をマークしてるんでかなり質のいいものであるのは間違いないかなと思います。はい、それでは引き続きですね第7位の4本目になります。こちらがですねパワーズゴールドラベルになります。こちら作ってるのはミドルトン蒸留所に、なります。ミドルトン蒸留所っていうともうアイリッシュウイスキーというかアイルランドだとかなりメジャーな蒸留所、一番有名なんじゃないですかね。こちら1個はキーワードとして覚えておいた方がいいかなと思います。で同じく点数は96点のスペックとしては700ミリの 43.2% で、お値段3386円ということで、これに関してはですねかなり買いやすい金額というかまあ普通に買えちゃいますよね。3000円台ということで、まあパワーズゴールドラベルブレンデッドになってるんですかね。シングルモルトとかそういう風ではなさそうですけど、まあなんか向こうの方行ったらポピュラーに買えるボトルなんじゃないでしょうか。はい、でこれの古い方だと87点っていうのでアルコール度数が 40% っていうのがあったみたいなんで、もしこちらの動画見て買おうかなって思ってる方がいたら、43% の方を買ってください。最近リニューアルされて 43% になったっていうことなんですかね。で、ノンピートタイプで、アイルランドでは最も売れているとのことですね。だ日本だとジェムソンの方が有名ですけど、向こうの人からしたら、こちらのパワーズゴールドラベルの方が有名みたいですね。だから、まあ、スコッチでいうところのベルズだとか、フェイマスグラウスみたいな、その地元ではかなり根強いみたいな、そういうタイプのお酒なんじゃないかなと思います。で、ちなみになんですけど、このパワーズゴールドラベルってついてるように、ゴールドラベルじゃない方のただのパワーズっていうのもあって、そちらもですね、91点っていうことで、かなり評価が高いですね。まあ、ゴールドラベルじゃない分、さらに安いんだと思うんですけど、それでも7年熟成の原酒を使っているみたいです。はい。それではお次は第6位になります。第6位がですねパワーズエイジド12年ジョン・レーンリリースっていうことですね。まあ、要はパワーズゴールドラベルのさらに上でパワーズ12年みたいなそういうものがあって、こちらがですね 96.5 点っていうことで、まあ、0.5 点高いんで第7位勢が4本あったんですけど、まあ、ちょっと頭飛び出して6位っていうことになりました。こちらですねお値段が700ミリのアルコール度数 46% で、5188円ということになります。これもまあ買えない値段ではないですよね。で、まあ、やはりパワーズなんでミドルトン蒸留所っていうことになります。で、ミドルトン蒸留所っていうのはですね、そもそもアイリッシュウイスキーだとでかい蒸留所が4つぐらいしかないらしいんですね。なので、まあ、よく聞くことになるんじゃないかなと思います。でこちらのウイスキーに関しては2012年にアイリッシュウイスキーオブザイヤーを獲得してるみたいですね。うん、バーボンダルとオロロソシェリーダルをバッティングしたものっていうことになってるようです。それでは第5位の発表になります。第5位なんですけどレッドブレスト32年ドリームカスクですね。まあなんかドリームカスクってついてるのは単純にそのサブタイトルみたいなもんですよね。もう32年イコールそのドリームカスクのものしかないのでちょっと2つなみたいな感じでつけてるんでしょうね。あ、すいません。こちらも同率で6位ですね。はい、失礼しました。でこちらも 96.5 点を記録していて、銘柄はレッドブレストシリーズというか、まあ、レッドブレストの1個になるんですけど、まあやはりミドルトン蒸留所っていうことになります。こちらはですね32年の原酒っていうこともあってかなり物が少ないんでしょうね。なので容量もですね 500ml の 46.5% っていうことになってます。はい、で定価は 57,000円なんですけど実際に流通している価格は
28万1000円っていうことになります。まあ32年ものって言ったらね、その希少価値だけでそれぐらいいっちゃうよなっていう感じですよね。で816本生産されたみたいですね。2017年の世界ウイスキーデーっていうのがなんかあるらしいんですけど、それを記念してボトリングされたそうです。でまあバーボンダルとオロロソシェリーダルの減少バッティングしたものっていうことになっております。お次は第2位なんですが、まあ、今同率6位が2個発表したんで、まあ、本来は5、6なんですけど、同率で6位が2個だったんで、次、4、3、2っていくところなんですけど、2位が同率で3つあるので、1個ずつご紹介していきます。同率2位の1本目ですが、デッドブレスト21年になります。まあ21年でも十分長熟ですよね。はい。で、レッドブレストなんでミドルトン蒸留所になります。まあ、ここからはかなりね、もうミドルトン無双ですよね。点数は 0.5 ポイント上がって97点っていうことになってきます。はい。で、スペックなんですけれども、700ミリで 46%。で、お値段が2万1000円ってことになりますね。2万1000円で21年ものって言ったら、決して今現在の相場から言うと決して高いってわけじゃないんで、よっぽどこのお酒が好きで、なんかの記念日とか誕生日とか、お正月とか、そういうタイミングでもうレッドブレストシリーズ好きなんだっていう人は買ってもいいかもしれないですけどね。まあでも気軽に普段ポンって買うもんでもないですよね。で、こちらのお酒については、ウィスキーオブザイヤー2018で2位を獲得しています。はい。で、これまでですね、ウィスキーオブザイヤーにバーボンが輝いただとか、スコッチが輝いただとか、ジャパニーズウィスキーが輝いただとかっていうことはあるんですけど、実はですね、アイリッシュウィスキーはこれまでウィスキーオブザイヤーを獲得したことがないんですね。で、ただ惜しいことはあって、2018年にこのレッドブレスト21年が2位に輝いたっていうことで、これまでの記録を更新しています。で、それまではですね、2016年にダーゲーラックが、3位になったっていうことで、アイリッシュウイスキーとしてはこれまで、ウイスキーオブザイヤーで3位になるのがやっとだったんですけど、このレッドブレスト21年が出てきたおかげで、まあ、2位にまではなることができたっていうことですね。なので、まあ、この調子でですね、アイリッシュウイスキーもどんどんこう実力とか、まあ、改良とかが進んでいくと、いずれもしかしたらアイリッシュウイスキーがウイスキーオブザイヤーを、まあ、他のジャパニーズとかスコッチとかバーボンとかもある中での、まあ、頂点に輝く日っていうのもいずれ来るかもわかんないですよね。はい。そんな各ブランド各国でのね、競争も垣間見えるようなそんな歴史です。はい。で、レッドブレスト21年もですね、数量限定で2年おきくらいに出荷されてるらしいんですね。だから毎年リリースとかそういう感じじゃないらしいですね。で、あくまでも21年がミニマムの減収っていうことであって、上の方のだと28年ぐらいの減収も使ってるみたいです。で、構成としてはシェリーダルとバーボンダル原酒をそれぞれバッティングして使っているとのことですね。はい。では同率2位の2本目なんですけれども、同じくレッドブレストから、その12年のカスクストレングスということになります。こちらもやはりミドルトン蒸留所で、スペックとしては700ミリの 58.2% の、お値段9569円ということになります。まあ買えない値段ではないですよね。ギリ1万円切ってるっていうのと、カスクストレングスなんでアルコール度数が高いお酒が好きな人にはいいかもしれないですね。で、僕レッドブレスト12年以前動画で紹介したことがあるんですけど、僕が買ったやつはこのカスクストレングスの方ではないです。カスクストレングスじゃない方は5000円ぐらいで買えるんですよ。カスクストレングスの方はもう1万円ぐらいしちゃうんで、ちょっとねそこはさすがに日和りました。で、このレッドブレスト12年については、ウィスキーオブザイヤー2019では候補に上がってましたっていうことですね。まあ惜しくもウィスキーオブザイヤーになれなかったんですけど、かなり惜しいところまで行ってたということらしいです。はい。それでは、同率2位の3本目ですね、同じく97点で、銘柄はミドルトンディアゲラックになります。こちらはですね、ちょっと、まあ、英語の向こうのネイティブな発音だとディアゲアラックみたいな言い方になるんですが、日本語でもカタカナにカチッカチッカチッって当てはめた形だとダーゲーラックっていう、そうですね。ただ Google 翻訳だとディアゲアラックみたいな、そんな発音でした。こちらはですね、まあいろいろなバージョンがあるんですが、ブルーベルバージョンっていうのだと90点ぐらいになってしまうので、もし気になってる方がいたらね、その辺は注意してください。まあ僕も後で編集で画像とかも貼っておくんで大丈夫だと思うんですけど、はい。それでは堂々の第1位ですね。
第1位がミドルトンダーゲーラックグリーンシールズウッドバラトビンエステートというものになります。はい、実はですねこのミドルトンダーゲーラックっていうのはいくつか、まあ、種類というかバリエーションタイプが出ていて、その中でも、まあ、一番高評価されたものっていうのがこのダーゲーラックのグリーンシールズウッドバラトビンエステートっていうタイプのものになってきます。はい、でスペックなんですけれども700ミリの 57.9%、まあ、かなりカスクストレングスなのかそれに近いようなものですよね、度数だけ見ると。で点数は 97.5 点ということでアイリッシュの中だとこれが頂点のお酒ということになります。で、一応毎年リリースしてるのか分かんないですけど直近でも2015年にリリースされていてお値段は 27,225 円ということなんで、まあ、買えない金額ではないんですよね。これがアイリッシュの最高峰のお酒がその値段で買えるって考えれば、まあ、例えば山崎のシェディカスクのウンニャラって言ったらもう絶対買えないような数十万円とかになっちゃうと思うんですけど、こちらに関してはまだ買えるのかなっていう庶民レベルでも買えなくはないみたいな金額ではあるんで、そこはまあなんか変な感じですけどまだ良心的というか、はい、そんな風に思いました。でこのデアゲラックなんですけど日本語にするとアイリッシュオークという意味になるらしいですね。だから向こうの木材で寝かしてるんですかね。でこちらはですねウイスキーオブザイヤー2016の3位に輝いてるっていうことですね。だから先ほどレッドブレストが2018年で2位に獲得したっていうことですけど、まあその前にね先にこちらのデアゲラックが3位になってましたよっていうことですね。まあそれを記録を塗り替えたのがレッドブレストの21年っていうことになります。でただどちらもミドルトン蒸留所が作っていて、このデアゲラックもミドルトン蒸留所が作っています。ただ位置付けとしてはレッドブレストよりもさらに上の価格帯、基本的に別に定価で買ってもまあ1万円以上しますみたいな、一番安いのでも1万円以上するみたいな、そういうかなりプレミアム価格帯のボトルもですねなんかちょっとこだわったボトルの形してるんで、そういうプレミアムラインなのかなっていう感じですね。だから日本だとそもそも売ってるところ見たことないですね。僕も見たことがないです。あ、こんなお酒が世の中にはあったんだっていう発見ができたんで、まあそれだけでも今回調べてみてよかったなって感じですけど、まあレッドブレストとかはね国内にいてもなんとなく名前聞いたことあるなみたいな感じで情報は入ってくると思うんですけど、実際にはこのデアゲラックっていうお酒が、まあ、向こうの方だともう頂点に輝いてるっていうことですね。で、まあ、さっきからね蒸留所の名前ばっかり出してるんですけど、一応会社名っていう括りで見ると蒸留所っていうのは例えば1個の会社が何個も蒸留所を保有してる場合もあるわけじゃないですか。だからそういうことではなくて会社っていう括りで見るとペルノリカール社の子会社でアイリッシュディスティラーズっていう会社があるらしいんですね。でそこが所有しているんですね、ミドルトン蒸留所で。ミドルトン蒸留所にも新旧ってあって、今は改築されて新ミドルトン蒸留所みたいな言い方をされてるみたいですね。でペルノリカールっていう単位で見ると、まあ、酒のコングロマリットみたいな感じ者なんで当然アイリッシュウイスキー以外にもいろいろ持ってるんですけど、他にもジェムソンだとかバランタイン、シーバスリーガル、グレンリベット、フォアローゼス、アベラワーなんかも取り扱ってる超でかい会社ですね。フォアローゼスなんかも入ってるってことはバーボンも扱ってるし、今挙げてないですけど多分リキュールとかもいっぱい扱ってると思うんですよね。むしろそっちの方で名前聞いたことあるっていう人もいると思うんですけど、まあ僕も別にこれ今回調べる前からペルノリカールっていう名前自体は聞いたことあったんで、めちゃくちゃ有名な会社なんだと思います。はい、でこのデアゲラックって、アイリッシュオークっていう意味だよって、お伝えしましたが、そのアイリッシュオークの木材の樹齢も基本的には130年以上経過しているものを使ってるみたいですね。で15年から22年のバーボンダル熟成の後1年間のアイリッシュオークダルフィニッシュで作られてるっていうことらしいです。だからまあ基本はバーボンダルで寝かしてるんだけどフィニッシュの部分をアイリッシュオークでやってるってことですね。だからまあ水ならカスクフィニッシュのアイリッシュオーク版というかデアゲラック版みたいな、まあ、デアゲラックイコールアイリッシュオークなんでそんなような意味合いらしいです。で、僕日本で見たことないって言ったんですが、まあそれもそのはずで、こちらのお酒についてはですねそもそもフランス、ドイツ、アイルランド、南アフリカ、英国などで発売されたっていうことなんで、そもそも日本では普通に未発売っぽいですね。だからどっかの誰かが買ってくるとか個人輸入とか、プレゼントでなんか買ってきたよとかって言わない限りはそもそも入ってきてないっぽいですね。てな感じで本日は世界的に高評価なアイリッシュウイスキー10選のご紹介をさせていただきました。まあ中にはねちょっとこんなの買えねえなっていうのも当然あったかと思うんですけど、まあ今回の目的はどちらかというとこういうウイスキーも世界にはありますよとかね、
アイリッシュウイスキーをもっとみんなにも知ってもらえた方が、ウイスキーそのものの世界観も広がっていいんじゃないかなとか、まあそれとか中にはね3000円ぐらいの買えるものとかもあったり、したと思うんで、もしね頭のどこかで覚えておいていただけたら、ふっとあそういえばあんなのあったなっていうタイミングで、売り場で見かけたらちょっとね選択肢の一つに入れてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、それでは今日の動画はこれで終了したいなと思います。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。ウルサイトでした。